どうも、山田です。9月に入って、今年、あともう3分の1しかないのって、衝撃を受けた方、チャンネル登録よろしくお願いします。びっくりしたよね。やばい。しかもさ、9月ももう入って数日経ったじゃん。2022年一瞬なんだが、どうしよう。まあでも年々ね、やっぱ大人になって年を重ねるとね、こう1年のこう過ぎる時間が早いって言いますけど、ほんとその通りですね。大体今年が一番早かったって思いますね。はい。ということで、まあ本日はですね、ちょっとポケモン GO 動画撮っていくんですけども、ちょっと今日ね、背景ちょっと気分変えました。僕いつもね、動画ソファーをね、ど正面か、実はソファーもちょっと変わったんですけど、正面でいつもね、撮ってたんですけども、僕こっち側に最近棚つけたんですよ。で、絵とかもね、ちょっといただき物とかのね、絵とかをやっと綺麗にね、あ、これ飾れるぞと思って、最近この辺をちょっと綺麗な感じにね、変えたんですよ。どうでしょうか。まあ、画角またちょっといじるかもしれないんですけど、今日試しにちょっとこちら側をね、ちょっと映しています。こんな感じです。はい、すごい可愛いでしょ。ここしか映ってなかったんで、こっち側こんな感じになってますよってですね。はい、ちょっと映しております。まあ、いろいろ実はね、うちもね、グッズ、いただき物も自分で買ったものも結構いろいろあるんでね。はい、こんな感じでちょっと、ね、試しに映してみました。まあ、飽きたらまた正面に戻るかもしれません。お試しでーす。はい。ということで本日なんですけれども、今週ですよね、もう土日、まさかの連日で、イベント、1日限定イベントがございます。ということでですね、まあ、今週ちょっと土日やるべきこと、まあ、ございますね。これについてのお話と、あとはポケモン GO 来週ですよね。じゃあ月曜日から、じゃあ何するべきなのかっていうところのお話、こちら2段階でしていこうと思います。なので動画の前半はですね、土日のお話なので、週明けの話を知りたいよという方はですね、動画ちょっと飛ばした状態からね、見ていただければなというふうに思います。ということで土日および、来週のポケモン GO をやるべきことまとめやっていきましょう。はい、まず土曜日なんですけれども、土曜日の18時から21時、これ珍しい時間ですよね、から、イベント開催されます。こちらのイベントがお月見ピッピですね。はい、こちらのイベントなんですけれども、いつもよりも野生のピッピがいっぱい出るよっていうね、イベントなんですね。まあ、なので正直そのピッピ自体、まあ実装されたのだいぶ昔ですし、今すごいピッピの厳選したい方っていう数、まあ多くない気も正直してます。なので、まあどんな感じになるかなと、まあちょっとね、ユーザーさんの盛り上がりがちょっとわかりませんね。ただまあもしかしたらそのゲリラ的にですね、サプライズ的に、じゃあ例えばそのピッピのじゃあ色違い確率が多いよとか、何かしらのボーナスが、入る可能性はございます。現状だとちょっと未発表なんですけれども、このボーナスがあったら非常に美味しいイベントになり得るので、こちら一応ねやってみた方がいいと思います。で、このお月見ピッピなんですけども、実はこのポケモン GO だけじゃなくて、他のねポケモン全体で今ピッピをちょっとこの日ピックアップしようっていうことがありまして、例えば今ポケセンに行くとですね、ピッピですよね、限定ピッピがもらえると、いうようなことがありまして、これポケセンの店員さんですよね、ポケモンセンターの従業員の方を呼んで、目を見て指を振るとこうすると、いいらしいんですよ。はっきり言ってしまって、まあ、33歳、はずって思いました。はずと思いましたけれども、行ってこようと思います。ということで、まあ、お月見ピッピね、いつもより遅い時間なのでお気をつけください。続いて日曜日、デオキシスのレイドデイ。はい。こちらはですね、結構楽しみにしてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今ね、期間中、デオキシスがね、伝説レイドで4種ね、全部出てくるようになっていて、全部色違い一応厳選可能というふうになっているんですけれども、これ色違い確率って普通にレイドやってても、まあ、そんな高くはないんですよね。レイドアワーとかやっても、まあ、ぼちぼち。別にその確率は普段通りって感じなんですけれども、今回のレイドデイはですね、デオキシスの色違い確率がアップしていますと公式に言われております。時間なんですけれども、まあ、日曜日ですよね、9月の11日の14時から17時というふうになっております。まあ、昼過ぎから夕方までですね。で、この間はですね、これ3匹全員がですね、まあ、もうジムにバババと出てくるよと。まあ、なのでこの時間内はですね、伝説レイド以外はおそらく出ないね状態になっていると思います。で、4種のデオキシスどれが出るかはまあランダムになりますが、まあそれぞれ
ぞれ全部のですね色違い確率が上がりますよと言われておりますので、これ4種類コンプしてない方って結構いると思うんですよね。デオキシスアタックフォルム色違い持ってないんだよねとか、ディフェンスしか持ってないんだよねとか、そういう方いらっしゃると思います。なのでそういう方はですね色違いコンプの大チャンスというふうになりますね。さらに今回このイベントなんですけども、無料のレイドパスの配布がございます。通常1日で今1枚、パスって配布されるんですけれども、これが5枚まで入手できます。でこの手のねこの無料パス配布の時いつもそうなんですけれども、あの1枚取るじゃないですか。で1枚消費します。オレンジのパスを実際使わないと2枚目とか3枚目とかこれ受け取れないんですよ。なので、このレイドパスですよね、しっかりと消費していくことが必要となりますのでご注意ください。でデオキシスなんですけど、正直僕パーティー変えてません。あの一応ねノーマルアタックディフェンススピードでそのまあダメージコンボ DPS の分ちょっと若干変わるんですけど、基本的にはですねもうサザンドラですよね。噛みつく分回すのサザンドラ入れて、あとはまあダークライとかゲンガーとかシャンデラとか、まあそういうねまあゴースト技バンバン打てるやつ、アクア技バンバン打てるやつ、そういったやつらをね編成するのがまあいいと思います。その虫タイプもまあそのいいんですけど、まあその火力のある虫タイプが少ないのでね、まあなのでそのフェローチェとかね、つい最近ウルトラビースで実装されましたけど、こいつとかは入ってくるっていう感じですね。まああの一体一体ねコンボ DPS 最適なやつ若干変わりますが、基本的には統一しちゃっていいと思います。ということで土日のイベント内容こんな感じです。じゃあそんな土日何するべきなのか、もちろんイベント参加はねするべきだと思うんですけども、まず土曜日のピッピの方ですよね。こちら追加ボーナスの発表がないか、こちらご注意ください。まあなんか大して美味しくないやーって言ってスルーしてて、で実はその情報を取り逃しちゃったみたいなパターンがありえますので、これあのご注意ください。ツイッターとかね、ゲーム内の通知こういったものをね一応確認しておきましょう。そして日曜日、デオキシスの色違い厳選や雨集めですよね。この辺をやっておきましょう。あのデオキシス、まああのもう結構昔実装されたポケモンなのですね、色違いコンプしてる方も多いと思うんですけども、あの徐々に集まり悪くなるんで、うん、あの人気がなくなってくるんですよ。もう言っちゃうとね、あの色違いみんな持ってるし、そんな育成しないしみたいなポケモンだと、あの後半になればなるほどそのレイドに挑戦する人の数が減りますので、まあだからもしかしたらここのレイドデイがもうラストチャンスみたいな、そういう人ももしかしたらいるかもしれないんで、まあなのでしっかりとね、一応ね今回厳選しておきましょう。ということでじゃあね、ここからですねちょっとね月曜日以降のイベント内容を見ていこうと思います。はい、まず9月の12日月曜日、この日スタートのイベントはございません。ただしエスパーウィークが最終日となっております。なのでエスパーウィークでね色違い厳選まだ終わってない方結構いらっしゃると思います。しっかり進めておきましょう。ただしねこれあのエスパーウィークとねまあ、連動する形で始まったメガフーディンですよね。これは月曜日終了じゃないんですよね。メガフーディンの終了がですね金曜日の午前中という風になっております。なので優先順位としては、まあ、色違い厳選とかそのエスパータイプのポケモンいろいろ集めるっていうところを一応優先してあげて、メガフーディンに関しては焦らなくても OK です。続いて火曜日なんですけれども、伝説レイドですよね。デオキシスが切り替わります。なんですがこれ何のポケモンになるのか、この動画収録タイミングではまだ分かっていないんですよ。何になるのね。はい、ただここねあの事前にナイアンティックがこの来るよみたいな、この日から伝説レイド切り替わるよっていうそのイベント発表の時のページだとね、なんかアイコン2つ並んでたんですよ。だから2種類来るんじゃないかと言われておりまして、まあ光のシーズンはですねサンムーンピックアップしてるっぽいので、ソルガレオルナアーラかみたいなことは言われていますね。まあどうなるか分かりませんけどね。はい、こちらに関してもまあさすがにこの週末や、まあ月曜日まあ発表来ないわけないと思うんで、一応そちらの発表ね待ちましょう。そして火曜日18時19時がスポットライトアワー、対象ポケモンはラルトスとなっております。18時19時野生のポケモンがねもう一斉にラルトスに切り替わっちゃいますね。1時間だけラルトス大量ゲットチャンスとなっております。捕獲時の XP2 倍がありますので、まあそんなにラルトスいらないなという方でもねちょっと経験値集めたいよという人はね、ここの時間しっかりとがっつりとやっておきましょう。続いて水曜日なんですけれども、まあレイドアワーが一応ございますが何の伝説レイドなんでしょうかね。これがわかんないので、まああのどれくらい頑張るべきなのかっていうのがちょっとわかんないんですけども、でもさすがに強いやつ来ると思うんだよな。あのまあ僕も ここのね水曜日はちょっとねがっつりとレイドアワー頑張ると思います。そして木曜日はねイベント特に切り替わりとはございません。ただまあメガフーディンのね厳選一応ね、まあその事実上のラストチャンス、厳選ラストチャンスになりますので、まあエナジー集めしておいた方がいいのではないでしょうか。
そして金曜日からですね、新イベントがスタートいたします。こちら鋼タイプイベントですよね。鋼タイプがピックアップされるイベントということで、これもね実は詳細来てないんですよ。まあ、なのでここがね、まあ何がピックアップされるのかで、このタイミングでメガレイドも切り替わるんですよね。まあさすがに鋼タイプだと思います。なのでまあメガ、なんだろうね、メガボスゴドラとか、まあ、メタグロスはさすがに目玉すぎてない気もするんですけれども、まあ、この辺が、すごく、まあ、来そうではありますよね。はい。まあ、ここも続報を待ちましょう。で、土曜日はね、スタートのイベントはございません。日曜日コミュニティデイですね。つい先日発表されました団子のコミュニティデイがこの日曜日となっております。意外とすぐですね。もう発表されてからね、一週間ちょっとでございます。で、この団子のですよね、最終進化ね、ギガイアスさせますと、メテオビームを覚えます。メテオビーム新技ですよね。ただ威力が高いということだけは判明しております。一体どれくらいのエネルギーでね、打てるのかっていうところに注目したいですね。まあここもですねイベントが始まったらね見れますので、そこで評価がバシッとね決まるかなというふうに思います。でまああのコミュニティデイのね詳細についてはねすでに1本ね動画出しておりますのでね、そちらの方よかったらご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで結構ねあのイベント内容としてはそのイベント切り替わりとか伝説レイドも切り替わりとかでしかも新規だったりするんで結構熱い1週間ではあるんですけれども、いかんせんまだ情報が出ていないということで、まあこの辺がねまた発表されたらそれぞれでね、一応動画の方でご紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、ということでちょっと今日はですねいつもと若干画角を変えて動画をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。なんかあのこれねあの棚とかつけてね、すごくこれ僕まあ実は気に入ってるんですよ。この棚の上にいっぱい部屋とか並べてね、ここにアンノーンとかいたりするんですけども、これあのソファーをね実は新調して高さがちょっと上がったんですよ。若干上がったんですよね。まあ本当にそんな多分5センチぐらいかな。もともと使ってたあのソファーが結構あの長いこと使ってたんで、こうくたびれてて、クッションもだいぶこうなんかね、こうふわーっとちょっと薄くなってたんですよね。なんで買い替えてみて、もう僕座ってちょっとびっくりしたんですけど、棚がね、がっつり頭の高さなんですよね。これだからあの、夜とかさ、こういう形でさ、スマホとかいじってて、はぁ、みたいな感じでこう頭やると完全に当たるんですよね、ここね。だからこれ高さちょっと上げないとですね、あの、ソファー上に僕の頭を狙っている角がここにあるので、ちょっと気をつけなきゃなと思っております。ちょっと付け替えないとな、ただな。今日思いつきでやってみてるんで、あの、よかったらご意見ください。この画角がいいですっていう方ね、コメントいただけ多かったらね、それでまた続けようかなと思います。はい。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。